はい、今日もチャンネル登録です。はい、今日も英語科課長の森田です。この動画をご覧の皆さん、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は、法政大学の T 日程。はい。武田塾チャンネル。これ結構傾向が変わったみたいなんで、そうですね、多分もう最初のページから、はい、ってなった受験生多いと思いますね。はい、じゃあ早速見ていきましょう。時間がまず90分ですね。で、大問が4題出ていて、全部長文と、はい、はい、そうなりましたね。これまではそうじゃなかったんですよね。そうですね、大問1が文法語法問題だったんで、まあスラスラ解けた人が多かったと思うんですが、はい、今年はそうですね、読まなきゃいけなくなりましたね。なるほど、じゃあ早速大問1から見ていきましょう。はい、まあこの大問1ですね、空所補充問題ですね、長文中の空所補充ですね、まあいいとこついてくるなっていう問題ですね。なるほど、難しすぎず簡単ではなく、まあまさにマーチの両門って感じですね。なるほど、はい、これは聞いてくることは知識系ですか？知識系も文脈系もどちらも入ってますね、はい、このいわゆる早慶レベルの人たちだったらもうスラスラ解けますね。ただマーチギリギリ受かるぐらいの人だと悩む問題も多いだろうなっていう印象ですね。基本的には文法の知識もちゃんと練習しときつつ、マーチレベルの長文読んどこうみたいな、ね、そうですね、文法語法、はい、ただ厄介なことがですね、空所が多いんですね、はい、文が短いのにこんなに空所があるので、はい、一文中に複数空所があったりとかするので、はい、読みを阻害されるので、はい、そこが厄介ですね。じゃあ埋まった答えとかはなんか書き入れちゃった方がいいみたいな感じなんですか？あ、そうかもしれないですね、はい、問われてるのはやっぱ有名な文法語法が多いですね。なるほど、文章自体の難易度はいかがですか？は優しめですね、そこまで難しくないでしょうね。では続いて大問の2ですね。はい、はい、そうですね、ここも長文になりますね、まあ、最初の言い換えとかですね、まあ、難しい単語なんですけど文脈を使えばちゃんと取れますし、はい、空所補充問題もきちんと勉強していれば取れる、はい、ただこれも同じです。早慶の人たちにはすごく簡単ですけど、マーチギリギリ受かる人は結構難しいですね。この知識、文法語法系ですね、はい、がちょっと難しいのが入ってるって感じですね、うん、問7とかは難問でしょうね。なるほど、文脈で解けるものはきちんと取れてほしいっていう印象です、はい、で問8は内容が主張されていないものを解けるんですね。そうですね、これめんどくさいですね、はい、まあ、バッチリ内容を覚えてるんだったら後から解いてもいいんですけど、やっぱちょっと先に読んでおいて該当箇所出てくるってやっておかないとちょっと厳しいのもあるかなっていう印象ですね。まあ、いくつかはもう絶対違うって切れるんですけど、まあ、これバッチリ言ってたよっていうふうに切れるんですけど、あれこれ言ってたかなってなる時ですね、はい、があると思いますね。では続いて大問3ですが、はい、これがもう多分なんだこれはっていうふうになった問題だと思いますね。2つの新聞記事の比較ですね。そうなんですよ、はい、同じことに対するですね、同じニュースみたいな中で、はい、まあこの説も見てみてください、複雑な A と B とも正しい、聞いてくることが難しいですよね、これは結構。そうなんですよ、はい、まあ、しかも両方を合わせると結構な分量もありますよね。そうなんです、片方だけだったら大したことないんですけど、はい、両方あるとなると結構長いので、はいはい、読み返すと大変ですね、これ。なるほど、これはだから先に説問を見といて、そのどの情報を聞いてくるかって押さえた上で、そうです、該当箇所見つけたらチェックしておくじゃないと厳しいですかね。そうなんですね、で、まあ、知識系のものは、まあ、有名なものですね、文法語法系、はい、まあ、1個ちょっと文脈のがあってそれはちょっと難しかったんですが、はい、あとは知識系で解けるかなと思いますね、うんうん、並べ替え問題も、ああおなじみのパターンですね、動詞がいっぱい入ってて、うん、どうやって並べるの一文にっていうやつですね、はい、これは早慶レベルの人でも悩むと思います、うんうん、これだいぶ、まあ、初めて見る形式な人が多いかなっていう印象ですかね。そうですね、はい、で最後大問4ですが、まあ、これは割とオーソドックスですかね。そうですね、まあ、はい、あの空所補充っていうのも、まあ、同じように文法語法、はい、そして知識文脈ですね、はい、知識だけじゃなくて文脈でも出てくるっていう感じです、はい、で指示語だったりとかですね、はい、で最後が内容一致、はい、まあ、これもちゃんと覚えられないと選択肢結構厄介かなっていう印象を受けましたけどね、はい、大問4つでこれ90分は結構、今回の大問3で時間取られること考えると厳しいですね。そうですね、大問1も今まではスッといけてたものが時間かかっちゃいますからね、はいはい、なんで苦労した人が多かっただろうなっていう印象ですね、まあ、平均20分少々って考えると、まあ、でも大問3が30分は下手すりゃかかりますよね、これ。そうですね、はい、なっちゃうんでこれはだいぶきつかったかなと思いますね、うん、というか、まあ合格最低点を見ても大体7割にいかないところが、はい、ほとんどだったんで、そうなると捨てるところは捨てて解けるところを確認取り切るっていう風にやっていくのがいいと思います、はい、そうだね、まあ、学部によってはこれやっぱ 75% とか取らないとこ
いけないところもありますので、はい、そういうところを受ける人は確実に正解できるように訓練する必要があるかなと思います ね、まあ、でも合格狙いに行くのは取れるところを確実に取り切るっていうのが大事なんで、変に未練を残さず、そうですね、解けない時はもう諦めて他に行こうっていう感じの、あのさっきの XY のやつにドツボにはまってしまうとそうです、ね、非常に厄介です。答え出すためにかかる時間が多分費用対効果非常に悪い問題な可能性が高いんで、分かりましたといった形でした。今回は以上です。武田塾公式アプリズーム武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。